危なっ。はい、どうも皆さんこんにちは、タイオウタです。今日もコールオブデューティーブラックオプス3やっていきたいなと思います。で、今回は、ブラックジャックのローグ、こちらを使ってやっていきたいなと思います。で、クラスの方はですね、そうですね、レザーバッグ、こちらを使ってやっていきたいなと思います。うん。お、これ途中参戦ですかね。うわぁ。X ダス。ここあんまり好きじゃないんですよね。で、まぁ、今回のこの道具については、まぁ、攻撃型の、まぁ、アビリティを敵から盗めると。まあ言ったところで、で、5キル目に倒した敵が、のやつを奪えるみたいですね。まあ、始まったばかりだ。やった。やったーってなんだ。イントネーションがおかしすぎる。うん。中にもいるけど。ん？敵歩いてたけどね。やばい。オーケー。とりあえずは。これこっちから絶対来る。来ないか。オーケー、あぶるな。UAV オンライン。ブルいや、ラジコン防いだかななんて思ったら一周回って普通に走ってきてましたね。普通にビビるわ。今ちょっとレザーバッグ奪われましたね。まあ、レザーバッグくらいどうでもいいんですけど。いや、怖っ。つか、ナイファー怖すぎでしょ、ちょっと。ショットガン。ぴょーん。ひー。なんかいる？なんかいる？あー、右にいそう、右にいそう、なんか右に、うーい。ちょっと UAV やめてー。いーよっと。そうですね、ブラボー取りたいですね、ブラボー。ビビビビビビビ。いや、いるねー。OK。ちょっと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 。これ絶対来るでしょ。いや、今中に入ったよ、中に。ナイパーの方とか絶対。いや、いるね、多分そこ。オーケー。オーケー。ピューリファイよー。あ、オーマイガード。オーマイガード。これこっちにしとき、ピューリファイヤーにしとこう。ブラボー取れないね、なかなか。これ、こっちにもいるのか。いや、違うな。中にいるんだな。マジかよ。使い方下手すぎ。下手すぎワロタですよ、これは。いや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 。今上に飛んだな。ちょっときついな。ちょっときついな。
お、すっ、オッケー。これ B 取れないときついですね、ちょっと。ん？ちょっとこれ何？これ隙間に入っ、なんか来てる、なんか来てる。待って待って、危なっ。 UAV お前待って、いや中いるんだな、めっちゃこれいるよ。これ上にも、え、上に乗ってる。いやこれ下、これもう一人、もう一人いる。やばい、ここ遊軍のか。オッケーオッケー。ナイファーですね、ナイファー。うん、これいるかな。左になんか反応があるぞ。これな、下だな、下にもいる。オッケー。で、下に、ん？あれ敵か。ここにトロフィー投げといて、こっちちょっと見ましょうかね。オーケー。うん。で、もう一人来るでしょう。すごいな、この人。ナイフと、あ、ナックル持ってる。うーわ、胸にアックス、これは痛いですね。あ、お菓子の袋落ちてる。ちゃんと持ち帰んないとダメですよ、これは。うん。で、とりあえずこっちに行って50ポイントを確実に獲得しつつ、ケアパケを降臨させましょう。うん、ケアパケ、お前。オッケー。で、ケアパケを、これなんかラプスとか出ないかな、ラプスとか。すごいやつ。タロン。まあいいでしょう。あ、ボンボン落としてるんですけど。な、オッケー。でも、タロン。なんか、ラジコン来てるよ。オーケー。え、タロン大破した？早くね、ちょっと。なんだなんだなんだ。来てた、なんか来てた。いや、でもこの点差だったらまだ追いつけなくもない、と思う。これいるな。オーケー。ここら辺セントリー。 UAV オンライン。これ中にいるな。うん、こっちがいい。この辺にケア負け出しとこう。オッケー。ケアパケ、ケアパケ楽しいな。いやいや、暴れないで暴れないで。うわー、なー、まあいいでしょう。ガーディアンね、結構すぐ壊されちゃうからな。ピューンといって、この辺にこう、ガーディアン。オーケー。で、これ、ゆかどんさんが溜まってるんで、なんだなんだ、上になんかいるのか。オーケー。ほい、あれ、なんで食らわなかった、今。いや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 、せっかくゆかどんさん放ったのに、全然食らわなかったな。あ、なんでだ、なんでだ、なんでだ。オーケーオーケー。で、ここにトロフィー投げといて、まだいますね。オーケー、確実にカットしていく。
かいるよ、いるよ、いるよ、そこいるよ。おお、負けるの、それ。ピュン。ピュン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 。ピョンと投げといて。やる敵じゃん。うっす。マジかよー。ビューしなっちゃダメだよ。すー。大きい。今、おわー、負けるの、それも。そうでしょう。ガーディアン終わっちゃったじゃん、もう。上にもいるけど。ちょっ、いや、ブラボーきついから、ちょっとビリビリ、ビリビリやばい。やべ、全然当たってねえ。そこいるよ。やばいやばい、誰か助けてちょっと上から回りましょう。ちょっと怖いんで。はっ、危なっ、マジか、そこにいる、そこにいるか。うん、マスターね、今。うわ、いやー、これきついですね。ちょっと、やばいな。すぎる。はっ、いやー、ダートきつ、ダート。全然道具使えてないんじゃないか、これは。そこ来るか。これぞビジネスだな。次行くぞ。お前に勝ち目なんてなかったんです。いや、なんとか勝てましたね。いやー、難しい難しい。ってか、すごい。すごいな、みんな5000ポイントとか、6000とか。いやー、自分もいずれね、出せるようになりたいですね。そのぐらいね。うん。いやー、今回もキルの方が少なかったですね。できればね、キルを多くしたかったんですけど、難しいですね。で、今回道具本当はいっぱい使えるはずなんですけど、2回ぐらいしか自分使ってなかったっすね。いやいや、きついきつい。はい、てなわけですね。今回はブラックマーケットじゃないやブラックジャックのローグ、こちらを使ってみました。まあ、使ってみた感じとしては、個人的にはギャンブラーの方がいいかななんて感じですね。こっちだと、まあ、敵を倒した敵から奪うって感じで、こっちはまあ、ディフェンス系のアビリティの中からまあランダムで選ばれるってことなんで、まあ、そうですね。まあ、
どうなんでしょうね、欲しいやつがいっぱいいるときは道具で集中的に狙えるのかな。まあ、こっちは狙っても狙わなくても何かしら当たるという、まあ違いですかね。でね、これ1時間分しか、まあ、あの有効時間ないんですけど、やっぱりね、そのドミネーションとかやってると、まあ、2、3試合、まあ、3、4試合かな、できて、ぐらいで終わっちゃいますね。まあ、チームデスマッチだったら5、6回とか、まあ、そのぐらいはできるのかな。うん。はい。ね、なかなかね、この取り直しとかしてると結構ね、まあ、すぐ終わっちゃいますね。はい。てなわけで、今回はこの辺で終わりたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それでは、またねー。